9月22日金曜日、沖縄3日目になりますが、今日はですね、晴れじゃなく雨から曇りの予報なんですけども、今晴れてますね。今日は何をするかというと、ケーキを食べるだけということになりません。大泊ビーチへ行って魚を何匹か槍でついて、そしてその場で刺身にして食べたいと思うんですけれども、それはできないということもあり、何をするんでしょうね。とりあえず海に行って泳ぎたいと思います。晴れであることを期待して、レッツゴー。うわ、またセリが鳴いております。セリがすごいすごいね。セリが鳴いております。そこ何、わかんない、あれなんだっけ、なんか水とかの何か書いてある、あれから来てんの。楽しみやってたけど、今はまだね、ギリギリ泳げるからね。またフライトできるじゃん。一旦、じゃあ、手が頼みました。はい、はい、朝のプールですけど、何もやってないんですか、今年は。今年はっていうか、久しぶりに来たから土曜日は早いのかな。そんなことないでしょ。まあまあ、そんな感じで、今日も朝ごはん食べて。今日の朝食、オムレツ作る人は変わってたんで、めちゃめちゃ具入れてもらいました。めちゃめちゃ具入れてもらいました。あとはですね、あんまり食欲がないんで、納豆お粥を食べよう。今日はですね、いつもの方じゃなくて、見えます。中庭に近いところ。近いところの部屋になりました。ではいただきますか。はい、ごちそうさまでした。ただいま9時1分、中庭を散歩してから部屋に戻って、海に行けるかな。なんか天気結構悪いな。最終日にして3泊4日の明日の朝はね、晴れでしょ、そうか、明日が最初、はい、降ってる今。降ってない。こんなおったっけ。いた、これもいたし。全然泳いでないじゃん。どうしたの、寒いのかな。魚いないじゃん、ママコも。今回見えないか。どういうの、大丈夫かな。行ってみる。とりあえず、まあ、どうせ行かなきゃなんないから。
そうそうそう、であれだぜ、あの、あそこ行ってもいいし、カフーバンタとか行ってもいいし、全体撮って、いや、シーサーとシーサーって豚じゃないよ。一番のお気に入りはこの子なの。この子と一緒に初めて沖縄に来た時にここにね、すぐ寝転がって、あ、で、なんかここひび入ったやつやな、この子、初めてのこの子、ずーっとここかわいそうにな、やーちゃんなここに来られてなその辺、その辺って普通のなんか単なる部屋、オーシャンタワーですね。なんだ今日、でも誰もなんか泳いない、まだまだセミが鳴いてますな。あ、でもあそこの角面とかめっちゃ広そう。いけるかな今日、シュノーケル波はなさそうだけど、はい、はい、9月22日金曜日、曜日10時26分です。26分です。ホテルを出発して伊計島へ向かいたいと思います。なんか前のうるま市だよ。え、うるま市なんだけど、うん、前の台風で崩れてるところがあるからって前だと言って、うん、だから迂回しなきゃならない。深いっていうのもあれですよ、京都に犬を飼ってる人じゃなくて、人間国宝、え、お揃いのハイサイ T シャツです。それはいいね。これさ、めっちゃお気に入りなんだけど、太ったから小さく、さっきもさ、カップルがさ、オリオンビールの T シャツ、カップルお揃いの着てる人がさ、ちらってこっち見てたこの T シャツめっちゃ見てた、まあ、これ、この T シャツなかなかないからいい、ね、うん、でね、生地も結構しっかりしてるんだけど、でもこの沖縄旅行でしか毎年着ないんやけど、ね、乾燥機かけるんすよ沖縄で。普段そんなことしないよ、ちゃんと外干しちゃんとするけどね。でも、沖縄旅行の時だけはなんていうの、すごい量やん、3泊4日で、だから最終日に洗濯とか全部して帰るわけで、家帰ったらもうスッとタンスに入れれるようにしてるんですけど、その時にやっぱ夜に洗濯して絶対乾かんから乾燥機かけるのよ。そしたらさ、縮んじゃうんですよ。よ、マジで、なんかちょっと大きめかなと思って買ったの、なんかもうチビティみたいになって、チビティみたいな。太ったからですよ。違います、食べてばっかりとか。だからそれを考えて今年はさ、あの、SS とかじゃなくて S 買おうかな。縮まないぞ。いつも S よりもちっちゃいサイズ買うんですね、女の子だから。これさ、あんまり意味ないって、迂回の話と同じぐらいしょうもない話だと思ういや、みんなそうなんだっていう感じやん、絶対。あ、洗濯して帰る、賢い。そしたら、お前帰ってからちょっと楽だよね。沖縄に来てる人、洗濯だってさ、お母さんとか大変やん、家帰ってさ。お前お母さんにしてもらってるから、家族分のさ、洗濯するでしょ、皆さん。天気悪くなってきた、お母さんがね。天気悪いんですよ、ね、そういうのは、あの、ここにいる間に旦那さんにコインランドリーに行ってもらって、旅行中ぐらいはゆっくりしてください。世界中のお母さん、はい、ということで安全運転ですけど、ちょっと飛ばし気味の海に今押してますからね、というかね、はい、雨が降る前に海に入りたいと思います。海中道路来ました。ここ
って言われる。皆さんにお届けしたいと思います。皆さんお届けされたくないんじゃないか。ちょっと見てみましょうか、窓の外を。見てない。海です。いいね。なんかでもね、太陽の日差しがもっと欲しい。さんがついてるからね。ね。これ？これなんて書いてる？え？なんて書いてる？島バナナ名古屋。書いてる。うん。ありついてないかな。あと一つだけ。島バナナどこ？これ何？これ何？ザク？違う。野菜。名古屋野菜って書いてる。あ、うん。ありますね、これ。名護さんだよ、名護さん。これはまだ食べれるかな。ないって。だって、今日買える可能性少ないよね、他に。そうやな。ああ買ってく？島バナナゲット。はい、島バナナゲットしました。でもさ、これで400円？480円か。
だから1本単位いくら ?1、2、3、4、5、6本。60円か1本。まあまあするよな。うん。そう思う。するで。で、なんか黄色。家で食べてるやつさ、4本ぐらい大きいの入ってさ、150円とかでしょ。そうだ。え？トイレこっちとか行ってる。おしっこしてから行きます。もう食べれると思うんだよ。とりあえずこれは黄色いから1本食べれます。食べます。柔らかくなってからっておこと。はい、道の駅綾橋館。知ってますか皆さん。海中道路の途中にある。知ってるよ。道の駅なんですけれども。そこでですね。そこで。やめて。島バナナゲットしました。やめて、著作権あるから俺。たった今出来上がった歌がありました。島バナナ、なかなかなくてですね。で、島バナナ、いろんな種類があるらしいんですけど、この種類は分かりませんけれども、島バナナです。で、この中にですね、去年もあったんですけど、1本100円で売ってたんですけど、今回6本で480円ということは、ということは60円ですね。80円ですね。あ、80円ですね。ということで食べてみます。1本だけ。はい。シーマン。やめて。バーナー。おこちゃん、食べる。頭から離れなくなっちゃった。食べてください。でもまだ早いけどね。でも黄色いのとりあえず食べてみたいから、黄色いやつを、一番この中でも黄色いやつを食べたいと思います。おばちゃんに聞いたら、もうちょっと柔らかくなって黄色いのがいいよって言ってた。絶対そう。あのおばちゃん、知らない。対応して。好きな人じゃないの。綺麗に焼けてない。え、難しい。また閉じなあかんから。え、しまバナナ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 。そんなとこあった。ナナナナナ。これ綺麗に。ちょっと硬い。あー、いやー、硬いやん。絶対美味しくないんちゃう。大丈夫？大丈夫。あ、いけてるいけてる。本当に？オーベイベー、島バナナ、バナナ、島バナナ。大丈夫ですか、このテンション。あ、ちょっと硬い。明日帰るんだよ。え、嘘。あ、ちょっと淡いな。だいぶやん。それおかしいやん。皮むいた時こんなんだの、おかしいやん。違う。だから言ったやん。何が？1本80円もするのに。あのおばあちゃん嘘ついてる。もったいなさすぎる。食べれるって。もう皮の皮めくってるから、この人。違う、絶対食べれる。青臭いの。あ、青臭いの。お前なんか、なんていうの、フルーツっていうより葉っぱの匂いする。おばちゃん言ってきて、これちゃんと売れてないの、売るなよ。シマバナナだってもっと緑だったよ。美味しかったら帰りにもう一つ買って帰ろうかな、お土産に。え、父ちゃんに。あ、剥けてないよ。知ってるよ、剥けない。そこ、そう、食べたらまずいんちゃう。お腹痛い、痛いなのちゃん。してみます。はい、どう？芯みたいなある。バナナは黄色くなってから食べてください。うざ言ったのに。ねえ、いいわ。じゃあ黄色くなってから食べるわ。いいわ。さあ、うん、まずい。あんまり美味しくない。あの硬い時の感じ。普通にスーパーで買うやつでも硬いの食べたらあちゃーってなるやん。あんな感じ。だっておかしいよね、そんななんかサクって言ってバナナ食べて。これさ、一本無駄遣いしました。いつ頃が食べ頃でもさ、車置いといたらすぐあれ、海泳ぎ終わったら黄色くなってるってことだよね。なるわけねえだろ。ない。残念した。食べ頃売ってるとこないかな。バナナの口になってたのに、なんか食べれない。パイナップルもなかったね。うん、バナ、あのフルーツこれしかなかったね。あと野菜だったね。自然界。さて、切るわ。いつもの道が通行止めになってます。土砂崩れです。花粉バンタの方迂回していきます。花粉バンタ、花粉バンタじゃない。え、あっちなんだっけ、何バンタだっけ。花粉バンタ。
カフバント、うん、カフバントは違うよ、ネチマウスのね、なんだか忘れた名前、なんとかバント、はい、はい、池江島へ行く道がですね、土砂崩れで行けないということで、シヌグドバンタの方を、案内されてますので、ついでにシヌグドバンタ見ていきたいと思います。でんでで来ました、タラタタタタ、どうすかどうすか、え普通お前さ感動しろよ。シヌグドバンタです。どうですか皆さん、めちゃめちゃ綺麗ですよ。ぜひあの来てみてくださいね。どこ崩れてんだろうな、でもな、うん、向こう側、あでもえあそこは関係ないの、あそこしよう、あーそうだね、あれに打ちますわな、あっちカフーバンタ、はあ、こっちシヌグドバンタ、まあ近いっちゃ近いのか、あっちの方が海が近いんだよね。そうだね。まあまあ近い。やっぱ暑いな。ここがシヌグドバンタで。いや、来たじゃん。はい。あの、台風で土砂崩れで行けませんということで。おかげでこの景色が見えました。あんた見るのって言ったじゃん。文句たらたら言ったじゃん。早く海行きたいもん。長藤や。はい。ということでシヌグドバンタでした。現場から以上です。おほほ、めっちゃいる。おほほ、来る来る。うん、おー、すごいね、めっちゃいいけど、お、怖い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 、どうやってないの、おお、すごい、すごい、痛い、めっちゃ痛い、怖いやつ、わかんない、これ、これって怖そうだな、痛い、なんか痛いのか、痛い、おお、めっちゃ痛いんだ、痛そうだな、痛い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 、おー、すげーだっけ、すごいゴール、すごいゴール、